河野防衛大臣は、情報収集活動のため来月2日に中東に向けて出航する護衛艦高波を視察し、乗員らを激励しました。高波には、今回の中東派遣にあたって小型船舶などからの襲撃に備えて、防弾ガラスや機関銃などの装備が新たに加わりました。また、遠くまで大音量で警告できるエルラドと呼ばれる音響装置も設置されました。 き今日は、乗員の家族への説明会も行われ、派遣されている機関の乗員との連絡の取り方などが説明されました高波は来月2日に横須賀港を出港し、下旬にはオマーン湾などで情報収集活動を開始する予定です。